今日は鳩カフェ第1回ゲストは宇都宮みどりさんです。よろしくお願いいたします。こちらは鳩山幸男さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。鳩カフェというのはですね、実は短い期間総理をやった時がありまして、その時に官邸を皆さんにオープンにしようということで、官邸でいわゆる民間のいろんな若い人たちを集めて、ディスカッションしたことがあったんです。 3,4 回その時の名前が鳩カフェだったんですからそのコーヒーでも飲みながら、今日はコーヒー若干あると思いますけど、コーヒー飲みながらいろんなお話を聞かせていただきたいという趣旨で、今日が第1回でございまして、やっぱりここの主ですから、ああこっち ね、宇都宮みどりさんにぜひいろんなお話を伺いたいと思っておりますので、どうぞよろしくよろしくお願いいたします。ここは稽古場なんですよね。私が近距離シアターに出る時の稽古場で、毎週火曜日キンキンが育ててて可愛がっていたキンキン塾の生徒がまだ勉強をしたいっていうんで、キンキンはお芝居を教えてたんですけど、私は毎週火曜日今歌をの先生やってて、教えてらっしゃる、はい、毎週火曜日でその歌をマスターして勉強していただいて、生徒たちにね、それでキンキョロシアターで仕上げをお客様に見ていただくっていうことをやっております。キンキョロシアターをでお芝居をされるのは年間どのぐらい？お芝居はね、お芝居と、ミュージカルっていうか歌ったり芝居したりするのは、年に1回11月ぐらいにあるんですけど、はい。なるほど。で歌の方は、歌手の方をお呼びしてやったりするのは、年に3回とか2回とか、はい、それを教えてらっしゃる、はい、なるほど。そういう場所を今日はお借りしている。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宇都宮みどりさんというと韓国ファンというか、韓流ドラマに染まって留学までされたという話、伺ってまして、2007年に2007年、留学しました。はい。どうだったんですか、その韓国？韓国はで、もうどんな留学だったんですか。一応語学留学っていうことだったんですけど、3ヶ月間の留学がちょうど、フジテレビの前、仕事終わって歩いてたらそこでビラ配ってたんですよ。で、留学しませんか、留学しませんかって。でちょうどその時に冬のソナタで、私は四様にハマってたんで、もう姉はせよからね、ペラペラ喋れたらどんなにいいかしらっていうんで、もう近畿にちょっと留学したいんだけどって言ったんですと。だレギュラー番組があるのにどうするのって言うんで、でレギュラー番組、さんまのスーパーからくりテレビとかなんだかあの頃あったんですけど、留学するんじゃもうダメっていう番組はおりました。それで行っておいで行っておいでっていうのを一番言ってくれたのが相川欽也だったんですよ。で、えらいね神さん、まだ勉強したいの、もう大学なんかずいぶん前に卒業したのにまだ勉強したいの、偉いねって。僕はうちにね、餅さえあれば、餅と海苔さえあればもうご飯はそれでいいし、あと夜はキンキン塾の生徒と食べるから大丈夫だからって言うんで、偉いね、行ってらっしゃいって言うんでね、なんか気持ちよく送り出してくれて、だからそのおかげもあったんで、もう3ヶ月間本当に勉強しました。あ、そう、偉いね。アニハセヨからね、もうケンチャナヨまで、ケンチャナマシセヨからね、マドプソヨとか、もういろんなこと、ただ私は読めるんですけど、喋れるんですけど書けないんです、なんか書くのだけ、が読めるんですよ。でも書けないんです。書けない。もう本当はね、もう書くのは学んだら楽だって言うんですけど、私は知りませんけど、難しいんですかね、やっぱり。私はね、読めるんですけど、さあ書きなさいって言うと、アニョハセヨでもまだ考えながら書くんですよね、読めるんですよ、でね、あ、読めるのに書けない、書けない。で、トゥッキって言ってね、先生の話やなんかすごく分かんの、
それで、うん、イヤギって喋りの試験とかそういうのはねすごくいいんですけど、うん、そういうところができるのできないのがいろいろあって、うん、でも楽しかったですよ韓国は。3ヶ月ですよね、はい、その間にまたいろんな方に会えたの。例えばヨン様、ペヨンジュンさんとか、ペヨン様に会って、うん、会ったやっと。そう、すごいじゃないですか。コネを使ってそれは使わないとなかなか会えない。コネを使って会いました。あ、そうですか。そしたら背が高くて色が白くて、うん、あちらの方は背が高くないと、うん、あれ評価されないんですよ。みんな背が高くて、うん、女優さんも背が高いじゃないですか、うんうん、だから私みたいなちっちゃい人は、うん、私154センチぐらいしかないんで、うんうん、で最近あれなのよ、はってみました、うん、あのね人間ドックに入ると背が毎年 0.5 だんだん下がってくるでしょ、うん、びっくり。私もそうだと思います。あ、そう、ええ、なんかね、うん、身長が詰まってきちゃって、ね、そうなんですよ、やっぱりね。そうみたいですよ、うん、そうみたいですね。仕方ないですよ。仕方ないんですけど、棺桶入るときは大体小さい。やだ自分も想像してるんですけど、ね、本当にね、ちんまりしちゃって、うん、でも元気だからいいやと思って。そりゃそうですよ、はい、いや、あの私は非常に不思議だと思ってるのは、もう宇津井みどりさんというと笑顔なんですよね、ええ、なんでこんないつも笑顔でいられるのかなと思って、何かそういう秘訣はおありなの。別にいつも意識してないですけど、もう朝から楽しい、うん、朝から起きたらもうすぐ、あ、もうラジオ体操だ、あの かわいい犬いっぱい会えるし、犬がバーッと近寄ってくる。あ、犬何匹飼ってらっしゃるの。うちはね今分かってないんですけど、あの公園に行くと、ラジオ体操の現場に行くと、私を見ると犬たちがブワーッてくる。本当に犬好き知ってるんです。あ、分かるんだ。犬って分かりますよね。犬ってね、もうね、分かりますよね。犬の名前グーちゃんだ、ロコちゃんだ、なんだ、フーちゃんだって全部もうブワーッと全員とこに寄ってきて、ダーッとここら辺駆け上がるんで、ラジオ体操に着ていく洋服は汚れてもいい洋服着て。ね、犬って分かるんですよね。嫌いな人も分かるんですよね。絶対ね、あの言葉は分かってると思います。分かってますよね。いい子だねって言うと、もううーんってなるし本当にかわいいねって、うーんって言って、犬好きでもう私は有名なんです。なるほど、なるほど。で、そのこのいつもなんか幸せでいらっしゃるっていうのは、なんかお父様が、うん、昔植物だって褒めるとこうよく育つんだとおっしゃったっていうふうに伺ってますけど、はい、お父様からいろんなことを学ばれたの。はい、あの宇津美造園っていう造園業をやってて、あの庭にね、あのこう花いっぱい育ててたんですけど、朝起きるとあのね本当可愛がってたのね、こうお水あげたり、うん、夏なんかねあげたり、うんうん、ものすごいカンカン照りの時には、うん、あの早朝にお水あげないと干上がっちゃうからとかね、うん、人間と同じだよって。それで花だって、うん、耳があって心があって目があって全部私たち同じなんだから、うん、気持ちのいい言葉、嬉しい言葉を話しかけてあげなさいって言って、うん、おはようとか、かわいいね、優しいねとか、ああいい匂いとかって言うと、なんかね花がね、うん、次の日余計きれいに咲くような気がするんです。それでやっぱりね、うん、笑顔っていうのはその花が揺れてる時が、うん、あのかわいいじゃないですか、花がこう風にちょっと揺れてるって。あ、なるほど。とこう、うんうん、笑ってる女の子は揺れてる花っていうのが、だからこういつも笑ってると、なるほどね、うん、蜂だとか蝶々が飛んでくるから、うんうんうん、女性はいつも笑ってなさいっていうのが造園屋だった母、父や母の母もあの、うん、お花が好きで育てたんで。なるほどね、はい、いや、あの科学的にも何かね、あの例えばモーツァルトの音楽とか、うん、ベートーベンとか、その音楽によってベートーベンなんて硬いじゃないですか、うん、それよりも柔らかい楽しい曲の方が育つとかいうデータはあるみたいなんですよね。あ、じゃあショパンとか、ですから、うん、ショパンなんかいいんじゃないですか、非常にいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、ですから、あの花も分かるんですよ、やっぱり ね心がね、もうね花もそうですし、犬も赤ちゃんも、うん、赤ちゃんもね
乳母車に乗っているちっちゃな、まあ、5ヶ月6ヶ月の子でも、うん、かわいいねって言うとへーって笑いますよ、うん、あそうですか、うん、なるほどね、赤ちゃんにモテんですよ、うん、ちっちゃい赤ちゃんに、うん、いっぱいお父さんに抱かれてくる赤ちゃんなんかが5ヶ月とか6ヶ月、うん、かわいいねって言うと、本当ですか、ヒッと笑う、うん、あなるほどね、すごいなと思います、うん、うちのあのひーばあさんがいたんですけど、まあ、誰でもいますけどねそれは胎教が大事だっていうことを昔言ってて、まあ、生まれる前から子供っていうのは分かる、生まれる前から分かるもんだから、それがその時母親になる前の精神状態っていうのが非常に重要だみたいなことを書いてありましたけどね、みんなそうなんだろうね、分からない、みんな思ってても誰には影響を受けてるというふうに聞こえて思いました、うん、今おばあさんって言うと、もう母と山の家系は素晴らしいじゃないですか、おばあちゃまが、お母様が石橋のブリヂストンの創業者の長女です。でブリヂストンおかげさまでね、今でもタイヤメーカーとしては、ブリヂストンタイヤです、ね、世界的に有名になりましたけれどもね、その長女でありました。でだから、まあ、政略結婚じゃないけど、はい、そういうふうにいろいろ、政略結婚でもないか、あ違う違う、そういうね、名門は名門とやっぱりあれですよ、それで、まあ、名門でもないんでしょうけど、鳩山さんと結婚なさる、ね、まあ、そのおかげで、うん、鳩山一郎は政治家をやるときに金銭的に困らなかったというのはあったと思いますね。鳩山の家はですね、必ずしも裕福ではなかったんですよ、うん、当時は、はい、で鳩山、私の祖母薫と言いますけども、薫のインタビューなんかを聞いてると、私どもは孫たちも決して裕福じゃないけれども、みんな幸せに生きておりますみたいなことを言ってましたから、必ずしも裕福ではなかった。でもおかげさまで、この私どもの場合はこのブリヂストンの長女をもらいましたからそのおかげでそれなりに私が言ってるのは幸せだな。そのお母さんが裕福でないのがどこか、私どんぞな、本母なんか大変だったの見てましたもん、生活、うん、いやそれはもうでしょう、ってことはないね、ないです、ほら、はい、お坊ちゃま、まあ、そうなんですけど、お坊ちゃまですお坊ちゃまあること、お坊ちゃまです、否定はしません。でただそれは要するに恵まれていると思います。ただだから政治家として行動するときに、そういう目だけで見てはいけなくて、実際にはいろんな方々がいると、でそういう人たちの心を理解するために、なんかそういう意味で努力が必要だと思います。私は関わる、いやいやいや、もうそうがなかった、もうお坊ちゃま、お坊ちゃまさ、お坊です、いやいや、お坊ですお小遣い困ったことないでしょう。お小遣いはでもうちの女房も結構厳しくて、息子には例えば中学でも月500円ぐらいしかやってなかったですよ、お小遣い。桁こんなわずかでいいのみたいな感じでしたけれども、うん、1000円とか、特に子供は1万円札を見ると、いやこんなお金はいらないと言って、あら立派、そういう子じゃないダメですよね。本当はそういうふうに育ちましたね。でもお坊ちゃまはもうお金苦労ないから、苦労はありませんでした、はい、そういう、すごいね、いやいや、レストランなんかつけ全部
つけレス、レス、レスはどこで食べたの？今、ブドウの店。あの、なんか、とか。あ、それは、なって、1回、2回でしたけれども。うーん。他に、いきません。特に、私、政権取った時は、細川政権は、料亭政治を一切やめようということで、ある小さな、あのいいところを紹介して細川さんに言ったらこんなところでやるなって怒られてですね、一切やれませんでしたよ、まあ、あのですからそれ教育は細川さんから学んだ部分ありますよね。細川さんだいいところのお坊ちゃんなのにね、はい、けども政治家である以上自分としては変えて行動しないといかんと思ったんじゃないでしょうか。なるほどね、まあ、私が聞かれるんじゃないんだっていう、ね、やっぱり、ね、聞きたいですよ、お坊ちゃまの生活をね。やめてください、まあ、お坊ちゃまです、わかりましたけど、まあ、それはそれでいいんですけど、お坊ちゃま、まあ、はいはい、いやそれで私はどちらかというとっていうか相川欽也さんのお話を、伺いたいと思って。おね、欽也は両極端でもど貧乏人でしたから。そうだったんですね、生まれはどちらだったんですか。巣鴨一丁目一番地、ね、そうか。それで戦争の時巣鴨で、それでお母さんの手を引いて逃げ惑ったんですよ、あの人。あ、そうなんですか。で、巣鴨かわいそう、その話すると本当かわいそうになるんですけど、それでちょっとお父さんがね、結婚してあげるからって言って産んだ子供だったっていうのはいろんな本に書いてあるんですけど、そういうこともあってね、苦労して、苦労した、ね、それでに疎開に行った時は本当にね、お母さんが面会に来るのが楽しみ でお母さんがその来る時、こういうカンカラカンに、かりんとうとかコンペイトを入れてくるんだ、コンペイトね、コンペイトね、そうするとそのコンペイトを本当はみんなに分けてあげたい、それなのに隠れて一人でこう溶かして食べるっていうのは本当に惨めだったっていう。それで食べ終わると、あ、母さんの着物を食っちゃったっていう罪悪感もあったし、そんな庶民なんですよ、お坊ちゃま。はい、わかります。そうですか、はい、いやいや、ね、お坊ちゃまないでしょ、そういう。私は大体戦後までですから、戦争の経験はないもんで申し訳ないんですけど、また生まれた直後も、まあ、戦争が残ってましたけどね、その、うん、でもそういう貧しい生活ではなかったと思っています。そこは本当にありがたいと思っております。だから相川さんはいつも言ってた、その戦争体験者なんで、うん、もう平和が大切っていうのは、そうですよね、色紙に書いていつもいつも平和が大切、うん、救助を守ろうっていう精神でずっと変わらずに生きてきました、ね、それはでもまさにその小さな時の経験と、それから特に中学校で岡田先生とおっしゃったんですか。岡田先生が民主主義とはって、戦争から帰ってきた岡田先生が、平和が大事だっていうことを、一番多感な少年だった、時に、中学生の頃にすごくその教えてくる民主主義 と、ええ、民主主義と憲法でしょ、憲法九条、ね、ええ、だからもう私もね、キンキンにいつもこう色紙いろんなとこから頼まれると、キンキンはすぐ平和が大切って書くんですよ、ああそうなんだ、そんな苦労したんだって、ええ、そうですよね、いつも思ってました。宇都宮みどりさんは戦後生まれ、戦後って昭和17年生まれ、昭和17年、ええ、そうかそうか、ええ、まだ戦中ですね、そういう意味では。だから今、そう、戦中です。戦争のことはほとんどご存じないでしょ、でも。いや、あんまり知らないんですけど、防空壕に隠れてたっていうのは、あ、そうですか、防空壕が残ってたんで覚えてます。あ、そうですか、やはりそうなると、この相川欽也さんのまさに戦争はダメだと、平和でないといかんという、そういう気持ちは
宇津美みどりさんも全く同じように感じておられると、はいはい、もうすっごい思って、なんか常に憲法の本を持ち歩いてたっていう、いつも持ってましたね、憲法のこうちっちゃい本、はい、こうやって見て、もうボロボロになる辞書みたいな、偉いよね今でも。だから、偉い立派な人だったと、本当に男の中の男っていうか、うん、こういう人に政治家になってほしいなと思ったんですけど、うん、本当ですよね、本当ですよね、政治家っていうのはなってほしい人が政治家になってほしいんですけど、ね、今なりたい人がなっちゃって、すいません、そんなことないですよ。鳩山さんはクリーンっていうすごいイメージが強くて、あのクリーンでいたつもりではあったんですけどね、いろいろと母から あの子供手当とかいうふうに揶揄されてまあ、こんなこと言わなくちゃっていいのにね、この番組でいろいろ。でもそういうところが好きは本当にありましたね、うん、でもまたすごいお金いただいてたからね、鳩山さん子供手当は。そうそう、ですから母からもらってたんですよ。だからお坊ちゃまだから ね、そうだったけども、それをうちの秘書が内緒にしてたっていうのがいけなかったんですよ。うちは言えばよかったんですよ、うん、そうすればきちんとあのこれどうよだってやっとけばよかったんですけど、うん、そうしなかったために大きな問題になって、それは申し訳なかったなと思っています、うん、でもこういうふうにテレビで謝罪できるっていうのは、私それはすごい大きな心の人だと思いますよ、うん、偉いねいやいや、どっちが番組なの、立派だねありがとう嬉しい本当ありがとう、いやいや、そうでしょ、いやいや、あ、ちょっと話を戻さないとなんとなく劣勢を挽回しないといけない、すごい面白いと思うそれで相川欽也さんは高校2年の時に浦和高校でしたっけ、すごい秀才で、先生にこのまま行くと、うん、相川欽也、井川って本名、井川、うんね、井川が本名なんですけど、あつけた、ああ一応あいうえおから始まるから相川にしたらしいんですが、うん、キンキンは東大入れると言われてすごい期待されてたのに、うん、の裏校に行く途中に映画館があったんです、うん、それが悪かったってキンキンで、それが良かったとも言えるんですけど、うん、そうでしょうね、その映画館によると、うんうん、ジャンギャバンやってたんです、そうするとジャン・ギャバンの芝居が衝撃受けて、ジャン・ギャバンのフランスパンの食べ方が、あの頃こういうフランス変わってんだ、そこがバゲットでちぎって、うん、なんつってたかな、こうブワッとナイフでバターをつけてカッと食べるシーンに憧れて、ああいう生活したい、それでそれからなんか俳優座に入っちゃって、なんかそのようですよね、そこ、うん、船屋さんに出会ったという、でその方も昔はやっぱり戦争にあったわけですよね、で大変な目にあって、その頃だったら戦争の時代はこういう俳優業ができなかったわけでしょ、うん、ですから絶対に戦争はいかんということも、その千田さんからも小先生もおっしゃってたんですって、意味ではね、もうみんな周りの大人たちが戦争はいけない、戦争はいけないっていう人たちで、キンキンも岡田先生っていう恩師と千田先生、みんながそう言ってくださったんで、随分と感化されたっていうか、いろいろ考えたみたいですよ。そうですよね。でもね、俳優さん入った時、もういい男高いですよ、高い、際立っていい男だった。と誰だっけ高永さん、高永さんってうちのマネージャーで、こうやっていつも、私好きだったな、平見喜三郎さん、うん、そういう人がいて、こう見るとはあ、いいよと、これじゃこんな相川欽也もそうないし、丸い面白い顔してるし、トークはみんな来るんですって、うん、あまりにも面白いから、うんうん、ユーモア交えて、でそういう班長って、なんか統率力があったんで班長班長って呼ばれて、
あの班長いろいろ話してよとかもう寄ってくるんだけど、これじゃいい役は来ないなと思ってたらしいです。行って、うん、でラジオのこう深夜番組やなんかで、うん、どうか面白いんで、ファンが広がってって、うん、っていうふうに話を聞きました。パックインバックインミュージック、ミュージック、あ、ね、有名でしたよね。有名っていうか、ね、大きなとこと何回か聞いたことありますけど、はい、はい、それがその話も結構も面白くて、朝日新聞から変わったやめて、まあね、ラジオだからずっと続いたんじゃないかしら。パックインミュージックがラジオで、パックインジャーナルっていう、ジャーナルね、はい、ジャーナルだから、パックインジャーナルってなった、ジャーナルだから、もう政治のことやなんかずっけずっけバッタバッタいろいろ言ってたんですよ。そしたらそれがやっぱし、あ、なるほど、社内、ね、スポンサー関係とかいろいろあるから、あのそれはちょっと金屋さん励みすぎるとかって言われて、でここのスタジオであの、うん、バックインジャーナルを始めた、うん、いうふうに自分が働かれたわけですか。いる趣味がバックインって呼んで出ていた。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なるほど。あの思い切っていろんなことを言える人たちを集めて、うん、っていう、あ、なるほど、本当のことを言ってくださる。なるほど、なるほど。あのキンキンは物を言う人は野党の精神がないとダメだ。ましたね、ああ与党じゃダメだって、野党の精神がある人にバッタバッタいろいろ本当のこう切ったいろいろやって、ああそうですか、はい、そうですか、そうですか。いや今もこの野党が予算案に賛成したとかいう話も出てまして、うん、こう野党なのに与党になってしまってんじゃないかみたいにね、絶対そうですよね、何かそういうふうに言われるとあまりこれはそう政治が良くならないんじゃないかっていうね、うん、そういう不安感は私も感じますけど、うん、まさに相変わらず、やそう バッタバッタとこう今の政府に対してものを言えないとねいけないというのは、もうそれこそ相川さんがそういう考え方でテレビやラジオで出演されてたってこと、貴重な存在ですよね、はい、でもやはりで続けられないというなることになるのはやはりこの世の中おかしいと思いますよ ね、 ね、悲しいですよね。悲しいですよ。今ね、相川さんがいらっしゃったらもうしっかりしろよって怒ってんじゃないですかね、きっとね。何やってんだと、何やってんだ って、ね、本当に。そうですよね、でその中ででもあの近畿ロシアターはうまくいってると、キンキロシアター、この近くにあるキンキロシアターはうまくいってるっていうか、あそこはあのしあのうまくいってます。だって、ね、貸して、うん、お貸ししている劇場なんで。ああなるほど、はい、それまでのワンクール父さんの話が、ワンクール父さん、何でもワンクール父さんできた、ワンクールで、あ、レストラン始めるとワンクールしか持たなかったみたいな話ですか。もう参っちゃいました。いろんなこといろんなことされたんですね。じゃあもう本当にもうあの時服部山さんに お叱りをね受けたらよかったのに、もうその時三軒茶屋に空いてるビルがある、うん、ね、そこ自分がたこ焼き好きだから、うん、あ、いいねいいね、たこ焼き食いたい、それで始めるんですよ。だけどたこ焼きならいいの、うん、私は頭きたのは、たこ焼きの中にチョコレート、うん、え？じゃあチョコ焼きじゃないですか。クリーム、なんだカスタードクリーム、うん、それとあと小豆、自分が好きなもの入れちゃう、売れないそれで1回2回3回、3回がスパゲッティ屋かな、ああスパゲッティ屋は作ったの、やっあの雇って、シェフが作ってたんですけど、うん、場所が悪かった、そこの三軒茶屋なんですか。三軒茶屋、
場所がだって三軒茶のところは大通りから入って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 薄暗くなった分かれ道のちょっとなんか手前の私それ見た時ああダメだと思って夜になると怖いんですもんああなるほどでスパゲッティ屋が3階で2階何やったんですかね何しろそんなあ見る全体一棟一棟すごいですいきなり一棟借金して買ったんです、借金して買ってはいみずほ銀行さんとそう、いろんなそう食べたかった食べ物あそれでオープンしましたよ、そのテレビ局の自分の仲間ばっかり客なの誰も払わないじゃないあそういうことになるね、3階で、まあ、食えよって話になっちゃうんだ食え食えもっと取ろうかとかなんかピザもやってたかなんかやって私それ見た時あダメだなと思ってこれは倒産するなと思いましたそれワンクールだったんですかどのぐらい持ったワンクール倒産3ヶ月テレビ局で1クールワンクールっていうのは3ヶ月はい3ヶ月倒産ねスパゲッティ屋の3ヶ月でもスパッとやめちゃったんですねやめられたんですね冗談じゃないよ。え？他にも？もうやめてくださいもう。天丼。天丼屋をね荻窪に。あ、今度は荻窪ですか。今度は荻窪に移りまして。ああ私はあの時本当に怒りましたよ。あ、そうなんだ。キンキン。あとどうしたのったらね天。店が開いたという情報を誰か友達がくれたとあそこは金屋さん人がたくさん来るところだよ、何がいいかな俺天丼好きだ、それ友達にエビ屋がエビの輸入業者がある、石井ちゃんって人、やつ大きくエビを輸入してたなるほど貿易所としてはいいよかったんですよ、でエビが入る、米は菅原文太さんの親戚が米屋だああそうなんですか。そこから全部米をね知り合いから全部それでエビ山、でまあ派手に始めました、私はその時本当に嫌だったななんか嫌な予感がしたそしたら、そのエビ屋が輸入業者が倒産したんですよ、えそうなんですか、友達なんか騙されて今までなんかこういうのは100円で入ってたものが500円ぐらいになっちゃう、350円で出してるエビの店がどうなんのって言ったらしょうがないなしばらくはかみさん頑張ってくれって私のギャラを当てにしてたんですよ、全くねえと思ってでもう倒産しましたエビ屋がいなくなったんですお米だってエビ屋がいなくなったそういつまでもね菅原文太さんの親戚頼むわけいかないし、そりゃそうだよな、何でも、もう3ヶ月ですよ、商売やると、でも明るいんですよ、うまかったな、何でもカラッカラッとしちゃう、分かる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 、なんだろうと思って、あの陽気さは、それはでも、ご夫婦揃って陽気だったんじゃないですか、そうですね、ねまあ、私の方がちょっと怒りましたけれど、ただやっぱり近畿に感謝することはいっぱいあるんで、例えば、あの近距離シアターってすぐそばにありますけど、かみさんが歌が好きで、近畿塾のみんなも芝居が好きだからあそこで発表の場にしたらいいよとかそういうすごく私のことを考えていろいろやってくれて、今でも私そこで近距離シアターで芝居をしたり歌ったりするのは生きがいで、だからすごく体を鍛えて元気でいられると思うんです。それはいや金谷さんのおかげだね、はい、ありがたいですよね、はい、映画も作られたでしょあの金谷さんね、映画はうまくいったんですかあれは。うまくいったっていうか笑い声が聞こえてる、みんなの方が勝手に笑わないでください。私見に行きましたけど、満州が舞台だったな、満州の赤い、あのお宅をお借りしたんですよね、ああそうなんです、すごいあの別荘、あれは何を言ってんですか、昔住んでた家ですよ、空いてたんでしょ、もう当時は空いてました、
だからもうお坊ちゃまにもお世話になってすいませんでしたね。いやいや、とんでもありませんが、いい、なんか素敵な満州の高級住宅みたいな家になって映ってましたけど、うん、そうそうそう、どうして鳩山さん思いついたんでしょうね、うん、ね、借りること、うん、借りることをね、うん、あの、いや、あの、私もよく分かりませんけれども、相川欣也さんはああいう、あの、昔の建物が西洋風の建物がお好きだったと、はい、で特に満州 の、 あの舞台はまさにその建物、はい、相当古いですから、うちはもう、もうそろそろあと 2年かな、2年で100年ですよ。100年の家で、もう私が住んでる時はもう2階から雨漏りがしてですね、ひどかったんですけど、あ、それでも住んでましたけど、あ、一度はあの下の天井が落ちたっていう、下に人がいたら死んでたって、誰もいなかったから助かったっていう話ですけど、まあ、そのぐらい古い家で、もう、あの、でもリノベートしたんで、母の時代に、ですからそれなりにもっと使えるんですけれども、すごい素敵だね、そこを使っていただいたんですよ。それを拝見しました。でもそういう映画も、ね、8本作られたっていう伺ってますけど、はい、8作もそれはやっぱり反戦とか、そういう反戦ですね、ほとんど戦争はいかんというようなね、あの人のメッセージはみんな反戦ですからね、うん、戦争はいけないっていう、でみんな子どもたちは腹いっぱい食えなくちゃいけない、自分が食べられなかったから、うん、あ、なるほどね、そういう、そういう日本でなくちゃいけないっていうことはいつも言ってましたね、うん、なるほどね、あと反戦と、もう一つが原発に対しても、あの、最初の頃は原発のことはほとんど分かりにならなかったとおっしゃってましたけど、原発に対しても相当強い、もう日本に原発はいらないという運動をされてましたでしょ、はい、ね、で私もそれは非常に同感なんで、ちょうど民主党政権の時に、あの、 3.11 が起きて、福島原発の大事故が起きたもんですからね、ですからそれまでは私も相川さんと同じように、原発はもうしょうがない、あの、全面賛成ではないけれども、今しばらくの間は必要ではないかと思ってたんですけども、ああいう事故からやっぱり日本は地震大国ですからね、地震大国で津波大国の日本には原発はダメだという、そんな思いで、あの、活動はしてますけれども、それある意味で、あの、相川さんの方が先にそのことに気づかれてたかもしれませんね。うん、非常にありがたい方で、ですからもう今天国で何してらっしゃるのかな、本当に今怒ってんじゃないですか怒ってんでしょうね、多分ね、うん、なんかね、正しい、なんかことを言ってくれる国会中継見てて、いつも怒ってました、うん、まーっと寝てるの、なんだ、無駄な金使ってとか、なんかいろ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 怒ってましたけど、天国でまあお怒りかもしれませんけれど、でも、いや、キンキンはあれですよ、私がキンキョロシアターで歌ったりなんかしてるの、一番後ろの席でニコニコして、こう、私が歌ってるのが一番すごく好きだったみたいで、あ、いいですね、それが舞台に出るとまだキンキンの席のところに一瞬キンキンが見る時があるんですよね、あ、そう、うん、あらと思って、もう一度こうやって見て見ると、あ、来てたなって感じることあります。なるほど、じゃあ本当にそれは来てらっしゃったんですよ、うん、やっぱりね、やっぱり背中を押してくれてるなって、うん、神さん、うん、楽しめ楽しめ、いいね、いいね、嬉しい、羨ましいですね、うん、だから魂は永遠だと思うんですよね、うんうん、なるほど、ありがたい。2005年にパートナーオブディイヤーをお二人で捉えましたよね、あ、一番理想的な夫婦、夫婦だという、はい、ね、おめでとうございますって今言っても17年遅いんだけども17年前、私あの時、あ、当然だなと思って、遅いな、選ばれんな、なるほど、なるほど、すごいね、もうそういうことが言える夫婦って大したもんだ、本当に仲良かったし、なんだろう、いつもキンキンは私の喜ぶことを全部こう準備してくれて、うん、この稽古場もそうですし、キンキロシアターもそうだし、うん、やってくれてるし、うん、私はキンキンに何してあげてんだろうなと思うと、かみさんはね、あの、なんだろう、うん、
あの明るいからいいって。絶対そうですよ、ね、いつも明るいから、うん、ありがたいって。でキンキンは嬉しかったのか、キンキンの芝居なんかどっかでこう崖やなんかで追い詰める十津川刑事、あ亀さん、亀井刑事をやってたんですけど、うん、の芝居を見て私本当にうまいと思うんです、自然で、うんうんうん、キンキンだから変にクレーム出したことないの私は、うんうん、キンキンかっこいいねとか、キンキンうまよかったねとか、おそうかっつって、ただ一つだけキンキンイケメンだね、アランドロンみたいに見えたっつったら、キンキンがピッと出るのか、俺はアランドロン嫌いなんだっつってあそうなのジャン・ギャバン好きで、ね、アランドロンあんまり好きじゃないんだっつって、あごめんねキンキン、私いい加減に言っちゃったったら、うん、そういうかみさんのいい加減さもいいよなんて言って、仲いいんだ、仲いいので、ね、自分のね着てるもん、うん、あのなるほどワールドなんか見てると、こうシャツなんかがここら辺がこうなんていうの、古くなるとこう毛羽立ってんじゃない、キンキンあのねメインの司会でこのワイシャツがきつそうで、なんかこうちょっと開いちゃってて、何回も洗濯屋出すとこう開いてくるじゃない、きつくなって、開、うんうん、いてんのもおかしいし、これ毛羽立ってんの、あの新しいこのシャツで、うん、だからできてきているシャツなのが、あもったいないからいい、なんか戦争時代苦労が違って、メインの司会の女の楠田絵理子さんが、うん、あんなにこんなドレス着てやってるのに、元気もうちょっとさやろうよ着ようよっつっても、いやまだ着れるからいいんだって、本当にね、あ大事なんかも大事にする人、ね、なるほどね。ただ私があの海外に行くと、うん、ネクタイをいっぱい買ってくるんですよ、キンキのお土産に、うんうん、そのネクタイがね私が選んだの派手すぎちゃって、金魚みたいなでもそれね何でも喜んでやってきましたけど、いやいい話だなと思って伺ってますけど、あのうちも女房が明るいんでね、やっぱり家にいて明るいっていうのは一番だと思いますよね。私もお目にかかって、ね、明るい素敵な人だ、もうすごい明るい、声も大きいし、そうだ声が大きいもんだから、中学時代なんかはいろいろと、うん、別にみんなと一緒にやってるのに自分だけ怒られたって言ってましたよあの声がうるさいもんだからあなたがって言われたみたいでしたけど、今でもそのぐらい声大きくて、朝から晩までウエストサイドストーリーの歌を歌ってますよ、ね、それまではあの韓流ブームで、ね、あ今卒業しちゃったんですか。いや卒業はないですね、卒業はしてないけども、今イソジンじゃない、好きだ。イソジン好きです。ね。そう。好きよ。あ、そうか。おさまやっていっていうのはイソジン。イさん、そう。見てた。見てた。イさん見てました。ねあれね。よかったですよね。ね今はどうもハゲた役やってるみたいですよ。もうハゲちゃったんじゃないですか。いやハゲてない。まだあの結婚してないんですけど。イソジン？うん。イソジン、あのイソジン好きな人いっぱいいるわ、私の女優さん仲間で、誰かいい人いないかっていうことですけど、いや知りませんけど、イソジンがもう年かな、いやでも50ぐらいでしょ、うん、そうイソジン、あのね私の友達萬田久子さんもイソジン大好きですよ。あそうですか、そうですか、多いですイソジン、ちょっと渋くていいっていう、いいですよね、そうあのイソジンを私が総理の時に皇帝に呼んだんですよ。私行ったわよね。あそうで、あそう。イソジンね、時奥様が呼んでくださって、うん、めっちゃ嬉しかった。その時今ぐらい喋れていればね。あそうか。姉発よぐらいでしたっけ。イソジン思ったよりも背は高くなかった。あそうですよね。そう。その時でもね、委員官かなんかで私怒られました。皇帝にその人を呼んでいいんですみたいな、別に構わない仲良く外交悪い話じゃない。
なんかそういうね、そんなとこまで文句言ってましたよ。そういう頭の固いあのおバカさんがいるからね、うん、ダメね、うん、変えなきゃいけないですよね、政治をね、そうと思うんですけど、それであの相川さんの話をもう少し伺いたいんだけども、みどりさんの話も伺いたいんで、あのみどりさんは実践女子中学高校大学ずーっと一貫校、首席卒業って書いてあったのがすごい目立ったんですけど、説明してください。近いし、え、首席、首席なんでしょ、すごい、ね、中学も首席、うん、私ね首席で何なの、こういう人がほとんど一番、しました、先生が入ってきて、あの一番の人にはね、やっぱりね、お、宇都宮とかね、うん、違う、英語の先生も宇都宮さんとかね、ちょっと空気感が違うんですよ。よくやったわねっていうのがあるんですよ。私が先生だったらそうだと思いますよ。50点の人に、はいはい、吉田さん、なんとかさん、監督さんって、お、宇都宮さんってやると思います。だからやっぱりね、ちょっとでもこう頭でないと生きづらいんですよ、世の中は。あ、そう、ええ、いい話を伺ってる。ほとんどの人はだけどそういうトップになれない人たちですからね。いや、だって勉強ちょっとだから授業の時は勝負だと思う、力込めてる、ある字入れてるからもう罰、そういうふうに分かってるかどうか、あ、信じてればこうやってなんかこう棒で覚えるよみんなって言ったところはもう、うん、絶対、まあ、そうで、まあ、あんまり力入れない、じゃあ次のページと言ったところは、うん、いいんだなみたいな、うん、そこら辺を感じ取る能力が優れてたんですよ、うん、私、人の心を読み取るということがですね、ということですよね。取るっていうか、なんか私の親友に言わせると、調子良かったねあなたっていうのよね。いや、調子だけじゃできないね、でもそれは、うん、でも私、あれ分かんないとかだと一人でスーッと職員室行って、うん、あの数学の先生のところで、先生さっきのところだけど、あの35ページと38ページだったらどっちちゃん大事なんですかねなんて聞いてくる。あ、聞いてくる。お前調子いいな、38ページだよなんて言われて、本当、ありがとうございます。あ、それ聞くの、はい、あ、すごいね。あ、そう、授業料払ってるから本当ですか、ね、でそれでずっと1位を主席をキープ、すごいね。だから総代にならないとよくないなと思って、総代は快感、うん、そう、右総代宇都宮って呼ばれるとツーッと上がって、ツーッと行ってツーッとね、スッと45度ツーッと、あ、本当、いやいやいや、もうそれもらって、もう、うん、もう本当に王様から何かもらったような、そんな気持ちで、あれは快感でした。だから一回やったらずっとやりたいと思って、うん、中学高校大学と、へえ、はい、すごいね、それやっぱりね、勉強は一番でないと、うん、二番は蓮舫なんか言ってましたけども二番ダメです。ダメなの、二番呼ばれないから、呼ばれないんだ、うん、辞典っていうのはね寂しいもんですよ、うん、まあ、辞典は寂しい、怒ったら、まあまあ、選挙はそうですよ、2番は怒ってるわけじゃないんですけどね、うん、学校の成績だったらね、成績はね、うん、頑張る、まあ、そういう人生をずっと歩んで、要するにその結婚されてからもそういういろんなことをないといかんという気持ちでずっとこらえた。いや、結婚の時はキンキンにもどっぷりキンキンっていう甘えてたと思うんですけど、そうだ、結婚どういういきさつで結婚されたのか伺ってなかったな。もうインスピレーション、私、うん、キンキンぐらいあのいないと思ったの。あのシャボン玉こんにちはっていうので一緒になったんですけど、うん、キンキンは例えば、ほら相川さんまだお入りになってないのなんて聞くと、あっちで働いてるよって言った。美術の人と一緒になんかこうお面作ったり、うん、
なんかそういうのをすごく手伝ってあげてた。そうなんだ。スタッフとして出演者じゃないんだよね、なんかスタッフ、そういう優しさがあって、うん、優しいなと思って。優しさは顔に出てるもんね、うん、穏やか、まあ、丸い子だよ、優しいじゃない、なんかこう見てても、ね、子供みたいに、だから面白いところはすごく大きく笑うし、うん、なるほどね、なんか横に行って居心地がいいな、うん、この人っていうのすごかったですね。それで、うん、あのね、同じこうテレビ見て同じところでわって笑うで、同じところでやだねって言うっていう、悲しい時とか笑う時ところが同じだったっていうのが居心地よかったです、うん、それで何よりも母が相川欽也を気に入ってくれたんですよ。 あの人は年寄りに優しいねって。じゃあどういうの？いやいや、あ、そうなんですか。というか、そうするとあの緑さんの方から結婚してくださいと言わないでだって言わせましたよ。言わせた、言わせるテクニックね。そういうことです。キンキン褒めまくってね、優しいね、いい人だね、かっこいいねとかいろいろ言って、うん、そういう甘いものをあげて、ケロンパといると居心地がいいなんてちょっと言い始めて、よかった。私はキンキン狙ってました、うん、見事射止めたわけだ、はい、お宅もそうでしょ、うん、奥さんは見事パクッと、うん、パクッと食べちゃった。何を言ってんすか今。いやいや、かわいい人の嫁さんだったんですよね。ねえ、うん、大変だったね。大変だった。大変でしたか。大変でした。っていうか、うん、まあいろんな偶然重なったんですけどね。でも奥様もあの片山さんを、うん、気に入ってくれたんですよ、ね。気に入ってくれた。うん、で、じゃあ私と結婚しますってまだ亭主と別れてないうちから。そういうようなことを言ってましたよ。ああ、そう。そちらもうちの女房もインスピレーション湧く方で、それにずっとこう乗っかって頭の中が洗脳されたのかもしれませんけど乗っかって、うん、あれ良かったじゃないですか、うん、幸せでしょ。幸せです、おかげさまで。で、うん、お子様は何人いらっしゃるんですか。子供は一人なんです。実はあの、うん、スタンフォード大学で生まれたんですけれども、生まれるときに逆子だったのに、逆子と気がつかないで取り出そうとしたら足が出てきたんで、一生懸命、ま、それで帝王切開突然変えて、その間に三直熱というのが、今はないでしょそんなもの、熱が出て結構あのさまよってたんですけど、心配だったわね。それで取っちゃったもんですから、もう二人目は産めなくなったんですけど、でもまあ一人でしたけども、それなりに育ってくれてよかったなと思ってますよ。あ、うん、男の子。男の子です。似てらっしゃいますパパに。似てるといえば何が似てるのかな、うん、あの社交性があるのはあのうちの女房の方に似てますね、うん、で真面目なのは私に似てる違うかな。いいとこ。いや、分かんない。いや、分かりませんけどね、まあ、これから政治志向でもあるんで、どういう道を歩むのか分かりません。あの親としてね、自分と同じ道を歩もうと思ってくれるってことはありがたいなとは思いますよね。そうですね、うん、どうも子供の頃はやっぱりいじめられたみたいですから、政治家の子供っていうことで、いろいろと、まあ、特に、まあ、自民党時代からかもしれませんけど、野党になってからもっとだったかもしれません。いろいろ言われてましたね、らしいです。だから嫌だと思ってたんですけども、でもいろいろと人生を歩んでるうちにやりたくなったみたいですね。まあそんなことはどうでもいいんですけど。鳩山なんておっしゃるんですか。木一郎と言います。いい名前ですね、私の木を取ってですね、一郎なんですけど、うーん、親父が井一郎で子供が木一郎で間違いやすいんですけど、うーん、そうですか。そうです、あの一人だけなんですけどね。でも子供が3人いましてね、あの嫁がよく頑張ってくれてるなと思います。
孫は3人です。かわいいでしょう、孫さん。かわいいですよね。でも個性、人間ってどうしてこんな個性が違うのかと思う。同じ親から生まれてね。親からね、まあ、私の場合も弟とえらい個性の違いはありましたけれども、うん、でも個性ってのは面白いもんだと思いますよね。うんうん、いやいや、私もあの自分には孫はいないんですけど、うん、あの妹の孫が、5歳と小学2年生かな、男の子2人、もう可愛くて可愛くて、やっぱりそうですか。その子に会えると言うとものすごい機嫌いいんです、うん、私ずっと。あ、そういうこと。さらに嬉しい、うん、もう毎日機嫌いいんですけど、うん、さらにもうウキウキです、可愛くて。で下の子が、うん、あの得意なのが、うん、ダンスと、うん、それとお笑いって書いてるんです。お笑い。お笑いですか。なんか面白いの、すごい。こんなダンス、あの BTS、 あの韓国の声ですか、好きで踊ってくれたり。お兄ちゃんはもうイケメンすぎるぐらいイケメンなの、私が言ってんの。すごいですね。あの真面目なの、うん、全然違う。 BTS が好きだっていうのはやっぱりみどりさんの影響で韓国ブームに乗っかってんのかな。なんか分かんないけど、こんな一人でブチ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 、英語ですよ歌ってんのは。英語の歌を歌いながら踊ってます、うん、孫はいいですね。孫いいですよね、確かに確かに、その孫の時代にいい社会にしていかないと。そういうことです。私もいつも言って、いけないですよね、孫の時代に今のこう日本が悪くならないように。でも大丈夫ですか、日本の政治。いや、ちょっと心配ですよね、非常に心配、うん。まあ、あのこの大きなテーマではないんですけれども、まあ、今回ウクライナとロシアがどうも相当厳しいところになってしまいますよね。でそこにもう日本というのは、台湾もそうですけれども、常に問題が起きた時にアメリカにばっかり味方をするのが当たり前みたいに思っていて、特に若い人たちもみんなそう思ってるみたいなんですけど、必ずしもアメリカがやってきたことが正しいとは限らないにもかかわらず、アメリカの言いなりになってしまってて、本当に大丈夫なのかっていうところが本当は心配ですよね、うん、で多分アメリカから見ると日本っていうのは扱いやすい国なんだなと。そうですよ、何でも言うこと聞くし、そう言うことを、ね、聞くから一番楽だなと。だからといって尊敬されてるとは限らないんですよ、うん、扱いやすい国よりもむしろ自分たちの考え方をしっかりという国の方が尊敬されてますよ。尊敬されると思います、うん、それに戦争に引きずり込まれちゃったりしますもんね、うん、それが可能性がありますからね、うん、まあ、多分あのいくらなんでも私は台湾有事ってないと思いますよ、そんな簡単には。でも万一の場合ということを考えれば、完全に引きずり込まれて、その場合にアメリカと中国が喧嘩する場合に、アメリカはどこをやられるかというと、日本の在日米軍基地ですからね、うん、日本の空が危なくなるわけですよね、はい、日本の街が ね混ざってますもん ね基地と街が、ね、日本は。本当ですね、そういうふうに絶対しちゃいけない。だからウクライナの問題にしても、ウクライナとロシアの中で日本はこう中立を保つぐらいのスタンスでものを言うべきだし、台湾と中国の話でも真ん中に入って、まあ、待て待てと、行事役というかですね、戦争しちゃダメだよと。それこそ相川喜也さんがおられたら絶対そうおっしゃると思うんだけど、戦争をどうやったら防ぐことができるかっていうことに日本の役割があると思うんですよね。敗戦国でね、そうそう分かってるんだから。そうですよね、二度と同じことをやってじゃいけないよって。いけないですよ、だって苦しむのは一般、本当に庶民なんですよね。そうなんですよね、民がね、そうなんですよ。命令した人は別に、うん、あの戦地に行くわけないんですよ、ね、ないんだもん、罪にも問われないし、うん、ねえ、ただ今はこのそれこそドローンの時代とか、うん、ミサイルがどこからでも飛んでくる時代ですから、そんなこと言っても、うん、官邸にだってミサイルを落とそうと思えば落とせる
わけですよ。ですから本当は、まあ、自分は無事だろうと思ってる人は政治家がそうかもしれませんけど、だからといって本当は安閑としていられない話ですよ。だから敵作っちゃいけないんですよ。敵基地攻撃なんていう言い方自体がおかしいと思いますけどね。敵がない日本にすれば安全なんですよね。でそういう時代をぜひ孫たちに残したいと思って、ね、あの相川清さんがされてたみたいに、あの宇津井みどりさんも頑張ってるんで、はいはい、私もあのその道を少しでも学ばせていただこうと思っています。いやリーダーになっていただかないと、ね、もう過去の話でいやいや本当にでもこれからもね、あの政治には若干関わらなきゃいけないと思っておりまして、うん、ただ今日のこの鳩カフェはあの いろんな方々のいろんなお気持ちを素直に学ばせていただいて、はい、そしてそのことであの自分も勉強したいとも思っていますし、はい、またあのそれこそこの世の中が少しになることに、うん、まあ、大変嬉しいです。ということで今日はあの第1回目のあのハトカフェのお相手を宇津井みどりさんにしていただきました。であの最後にお願いがあるんですけども、ええ、ぜひ次にどなたかあの宇津井さんが、はい、あのこの人にここに出てきていただけたらっていう方がいらっしゃったら教えていただければいいなと思うんです。私ねあの歌も作っていただいたり、うん、それからあの行動力のある実行力のある、うん、嘘をつかない、うん、素晴らしい人で尊敬してるんです、うん、加藤登紀子さん。ああ加藤登紀子さんね、はい、もう本当にね素晴らしい人、うん、そういうあの鳩山さんとお話しできる その方をここにお招きしていただけますか。宇津美緑がぜひ出ていただきたいと言ってましたよってディレクターの方から、はい、マネージャーさんに言ってくだされば。あ本当ですか。絶対喜んできてくださいます。そうですか、ええ、それは嬉しいです。ものすごいお話合うと思います。楽しいし明るい。歌歌ってくれないかな。無理か。うん、なんかちょろん歌ってくちょろんちょろんっていうのはあの知床旅情でも歌っていただいたらギターができるから。そうだそうだ。ボロン知床や。私もカラオケやります。今度。そうですか。今度じゃあここでカラオケ歌ってくれます。はもちろんです。あそうだ。あそう今日歌ってもらえよかったな、うん、じゃあ、ね、そういうね連絡がね。うん渡辺さんから来なかったあすいませんすいません。まだ1回目ですから。まだ1回目。またあのなんか出る人に困った時に私あ本当にそこに住んでるんだからもうすぐ来ます。ありがとうございます。あそうですか。それは助かります。ありがとうございます、いつも困っちゃおうかなって感じになって、うん、もうその後で、うん、加藤さんからまた加藤さん推薦する誰かとかこう言っていけば、うんいそ, うはい、そういう番組そういうふうにしたいと。友達タッチ。そうするとこっちが楽する楽しちゃって。そうそうそう。絶対いいです。では操作していただきたいと思います。いい提案をいただきました。ありがとうございます。いえありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。